アフターファイブから5000発チャレンジよっどうも声がでかい響くな声が聞いて耳が何ですか聞こえるから車運転してる人も見てるやんびっくりするから見られるの好きなんだ違う違うそういうことじゃない大好きなんでそういう目立ちたい性癖を出すんじゃないありがとうございます違うよ違う違う今まで 3回やったのかなあそうなんだ、僕一回も多分やってないですけどまあそうでしょうねどういうことどういうこと成功してるの俺だけなんですえ成功したの成功したが今まで僕しかいない成功したからこんなに出しゃばってます出しゃばって回しもしちゃって山木さんを差し置いてありがとうございますもん今日は、はい、なんとパチンコバージョンなんですその企画がなるほど、はい、スローではなく、はい、パチスローだったんですけど、うん、ちょっとパチンコでやってみようと機種選択は一応自由になります、はい、まあそれなりのスペックを選んでいただいて、はい、そして制限時間が3時間3時間、はい、3時間なるほどそして3つ目が先ほど言った通り5000発を定まで、うん、プラスで目指すという、はい、ということになりますでもねやっぱね、はい、本当にねサラリーマンとか夕方から行かれる方、はい、仕事終わりの方の気持ちにならないと、はい、ダメだと思うんです、はい、だからまずそこからやりましょう仕事してます、はいはい、してますしてますはい、はい、は6時、はい、じゃあ失礼しますはい、大丈夫です。ました。ちょっと待ってください。僕、時間与えましたよね、香織さん。気が過ぎました。あの、でも本当に夕方から行く男になりました。もういいです。もういいです。もういいんで。2回目しないでもらっていいですか。中に入って何決めましょう。じゃあ、早速、アフター5から5000発チャレンジ、実践の方行きましょう。行きますよ、もう本当。お願いします。行こう。ネクタイ外そう。企画の舞台は、キャロルつぶく店。パチンコ320台。パチスロ248台を設置し最新台も続々導入中さまざまな設備で快適遊戯が可能なホールだぞあの二人は何打ってんのかな二人の台選びが気になるところだけどわからないまま当てちゃうってのもオツなんじゃない北斗無双チャンス行きましたよマジで全回転来いまあ決戦ですよねタイトルはタイトルはタイトルは変わらないかまあこれ保留はね赤に昇格するんでねさあああ普通ここタイトル普通キリン来ないこれは無理かこれはちょっと弱いびっくり当たりを願うしかないはいそうねあれじゃ当たらないですよね漆黒の方ですねまあちょうどいいと思いますミドルタイプですけど、はい出玉もねめちゃくちゃありますし、はい、なんてたって1回2400発ありますからそうですよ、はい、当ててからが一番大事やんいや そこなんですよ問題私の問題はそこなんですよ知ってる転落女と言い続けておりますからまあ苦手でしょあなたいきなり転落女の話ばっかりしてますけど普通に考えると当てれる確率の方が高いですかね転落引くよりかはだけど引いちゃうじゃない270分の1をあそうですね引いちゃう子じゃないプラス5000発の目標のためにも転落女の称号はなくしたいものだね、まあ、ミドルのこのスペックの前に座ってるっていうことは、はい、一つの夢を追っかけてるわけですよなんかこう一個一個大事にね見届けていかないとまあ、典型的に負ける人の言ってることです やめてくださいこのやる気をさなんで花から潰すわけ気持ちだけで勝てるなら苦労しないんだけどねあ青カットインでも気持ちの問題ってことなんでしょうかぶいてソーローって言ってるのにうわー、待ってマジかそれでまずは夢への第一歩バッチリ確変ももらっておきたいねじゃない行けダメだった最初が肝心なのにまだあるからほらまだ復活はマジかやりましたイエイ天才ですよまあとりあえずしか言わないからとりあえずあえて喋ることはしないとにかく145分の1を君が当てれるとこ僕はほぼ見たことないんだまあ一回当てたぐらいでガタガタ言うなって言われたのでちょっと見せてやりたいと思いますおっと見せてくれるのか今日ももし転落を引いていたらここで終了ということで今回は大丈夫であってほしい大丈夫よ大丈夫よ
まだ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 大丈夫、大丈夫だって。いやー大丈夫って。いやー意外と開くから、ほら、意外と開くんです、意外と開くんです。よかった。ほら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 、おー、それはもう大丈夫なやつだね。ほらほら、伊達さん来ましたよ。伊達さんじゃないや、伊達さん間違えた。なおえな、失礼しました。一難去って気が緩んだか。行っちゃって、かっちょいい。ほら、トラから出ない。ほら、リンケージ、あ、そうだ、イエーイ、やりました。よしよし、あと2回です。もう2回当てればほぼプラス5000ぐらいですよ。そうそうそう、はい、サクサク当てて目標を達成しちゃいましょう。あー、緑止まりだ。ダメ、まだいけるよね。よし。でもさ、はい、全然ないんだけど、うん、今みたいにさ、縄文行って外れちゃうとさ、うん、今のが転落だったんじゃないかって思っちゃうよね。いや、思っちゃう、思っちゃう、うん、ないんですよ、全然そんなことは関係ないですから、一切。いける、今日はやれる、私大丈夫。おいおい、ヤドゥの言葉がフラグになっちゃったんじゃないのか。いや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 、やだよ。あー、落ちてた。3408両、うそー。いやうまいな。握手じゃないよ、いらないんですよ、私は転落本田の称号。上手に落ちたな、じゃないよ、ほんと。ナイスやね。ここまでいいところなしのヤドゥですが、保留ぐらいじゃ動じない。はい、さあ、こう大きな文字、はい、あ、イクサグルー、ここで、おー、今日2回目の、2回目のイクサグルー、やめて、これは当てたい。使われてないかもしれないから、やめて。実は2回目なんですけど、ヤドゥさん、イクサグルー。いや、今日初のイクサグルーですよ。あー、でもキーゼリーも上に出てるから。さあ、これも大丈夫。さあ、こう、さあ、スペシャルカット今来て、赤ふすま、はい、あー、あったよ、ほら、かおりさん、来てしまいました、金じゃなかったけど、かおりさん、あ、ちょっと裏ボタンを失敗したかな。いや、なんか合ってなかった気がするけど、ちょっとずれてた。そこすらさすがにこれは最後カットイン、赤あればもう当たりますね。当たります。前振りにならないようにお願いしますよ、あと。かおりさん、前振りだけは得意ですから。はい、おっしゃ、おっしゃ、大丈夫。これはさすがに。あるある。これはもうガッツポーズしときます。よしよしよし、よかった。もう見なくても、見なくてもいい。もうここまで熟年になると見なくてわかるから。かおり様がね。言ってる。かおり様ができなかったのをやっちゃいましょうか。ごめんね、転落女って言わなかったから、俺ほら、あんだけ振ったのに中途半端だったんじゃない、なんか中途半端です、なんか難しいなって思ってましたよ、ずっと。優しく乗りこなす、お、これが鹿児島の刑事です。おいおい、しっかり格変に入れないと全く話にならないぞ。役物が閉まって、あれ閉まって、え、閉まる、閉まらない、まだここでカーンくる、あ、カーンくる、終わって、はい、実はみたいな、え、え、何の話をしてる。頼りないヤドゥの隣で香りが2回目の初当たりをゲット。ここも格変ならプラス5000発の現実味が増してくるぞ。俺の分までやったれ、行ってきます。よっしゃやったイエーイ。久々にゲーイとかやった気がする。マジか。まあ気持ちは分からなくもないぞ、俺だったら泣いちゃってるかも。おー、トラヘラキだ。よっしゃ、セリフだけどね。はいはい、ナイス、ブルブル、ナイス。あえて言います、かおりちゃん、はい、僕に転落女と言わせないでください。おそらく
ヤマキンさんと俺は多分ダメだろう。ダメだと鷹をくくられたヤマキンにもようやくチャンスが。緑ですね。圧はやめてね、圧は。次回金当たった完璧完璧。これは当たった。金扉は熱い。 80% 超えです。ここまでは文句なしといった感じだな。この文字が金色だとね、もう 90% ぐらいあるんですけどね。あとはもう各辺に、ほら金保留ね。ここ普通か。これでもキリン出るんじゃないですかね。あ、キリン行かない。緑なんだよな。よし、これは当たる。あとは確変かどうか。 50% よしよしよし、確変です。これでようやくスタートラインへ。アフターファイブの大連ちゃんがここから始まる。さあ連チャンさせよう。最低10連はさせよう。目標はでっかい方がいいからな。ちょっと不安になってきた、ちょっと不安になってきた。もう半分切りました。頼むって。残り30、もう100回転消化してる。やってもうた、やってしまった、やってしまった。80% の ST 単発やってもだ。これは心が折れる。ちょっとトイレ行ってきます。これ無理や、これ無理や。これたまには泣いてもいいんだぞ。おー、早い。そのまま、そのまま行くやつ。ヤズーさんにこの姿見せたらどういう顔するんだろう。今頃どこで何やってるんだろうな。勝手にやめさすな俺。悪いな本当。もう一回欲しいんですよ。もう一回だけでいいからお願い。さあいよいよジャッジメントの時がやってまいります。やれる、やれる。今の香織様ならやれる。負けました。すんだめしてるね君は。負けたのにすんだめしてるのはなんで。いやこんなんで一時混んでたらこの仕事もできないし。いやお前のアフターファイブは今日で終わりだ。じゃあもう皆さんありがとうございました。今まで。いやいやいや、二人の二人の発表もあるんで終わらないと。あ、そうだよほら、はい、僕は投資がですね5750、まあ投資はかさいました、はい、ただ回収が皆さん、はい、1500発ということで、はい、マイナス4250発でございました。宿よりは北斗無双で ST 入れたんですよ、はい、それがスルーしたのがもうね。あ、スルーしたんです、ね、あれが例えば30連ぐらいしてたらすごいプラスですから、そう思ってください。わ、うん、かんないです山木さん。はいはい、うちらのアイドル、アイドルが聞かせてくださいよ。はい、お願いします、はい、私の方は、はい、プラス4300発でした。あと1回でよかったんです。あと1回当たってるのプラスだったの。そう、5000発プラスだったんです。え、じゃあ中止的にはプラス？あ、中止はプラスなの。いやだから、カオルちゃんもプラスで4300って待って、今発表したじゃない。発表したじゃない。絶対に嘘だと思った。なんでよ。だからそんなアフターファイブジョークだと思ったんだよ。いやいやつまんないなと思ってたんだよ。違うって。マジで。皆さん夢がありますね。カオルちゃんでもプラスに持っていける可能性がある。これ夢与えてよ。ということで今週はこの辺で終わりたいと思います。はい、ミニコーナーもお楽しみ。おやすみなさーい。哺乳各食肉目熊科食類で、アバチベット族チャン族自治州地域が主たる生息地の希少動物の名前は何でしょうか。え、アルパカ、アルパカ。なんで、なんで。タイ。来週も見てね。ホップアップルセンターへデリエロ登場。チャンネル登録はこちら。何をやってるだがに、もう一個伝えることがあるがに。
面白いよ、見てね。